はいどうも、皆様こんにちは。アストロ&バードフォトグラファーエニフです。本日はですね、4月の20日ということで、まあどこかのメーカーが何かを発表するんじゃないかと、まあそういうですね、非常に曖昧なね、噂とかがあったんですけど、まあキヤノンの方はね、ページでカウントダウンとかもしていたんですけど、まあどうやらこの会見があっただけで、新製品の発表とかはなかったようです。でね、僕としては、ミラーレスカメラ EOS R シリーズに、まあちょっと注目していて、まあ R5 の方もですね、ちょっと詳細な発表とかあるんじゃないかなと。で、そちらが出ればですね、そのチェックとかやっていこうと思ったんですけど、まあページの方を見てみるとですね、特にあれから、更新はないようです。でね、もう一つ注目しているカメラとして、まあ、まだ公式情報はですね、ないんですけれども、R6 が登場するかもしれないと言われていました。で、そちらの方が、ミドルクラスになるということなんで、まあ、自分のこう手に届くカメラということで、まあ、ちょっとですね、どうなるかなと気にしていたんですけど、特にですね、公式情報とかは出てきていません。まあ、なので、そういう状況なので、ちょっとですね、僕はとある決断をしてきました。まあね、現時点でもいろいろと興味深い噂とかはあります。キヤノンだけではなくて、ニコンだとか、まあ、公式である程度情報が出てるもので言うと、ペンタックスのですね、開発発表だけされている、新しいね、一眼レフカメラとか、まあ、そういった部分はあるんですけど、まあ、ずっと待っていてもあれなので、とにかくですね、今日はとある決断をしてきました。まあ、そのあたりをですね、ちょっとね、雑談的に、話しておこうかなと思います。それではですね、よろしくお願いします。それで、まあね、前から僕の動画を、ご覧いただいている方は、もうね、お察しはついてると思うんですけど、本日ですね、私は、カメラ店に行きまして、こちらの XT4、予約をしてきました。はい。ついにですね、正式に発表される前から、まあ、公式に発表されるその噂の段階からですね、購入宣言していたカメラなんですけれども、まあね、このまま順当にいけば、買うという流れになると思います。まあ最初はですね、20万になったらちょっとどうかなって思っていたんですけれども、やっぱりですね、XT30 で感じていた不満点とかを、まあ、解決してくれているので、T30 だと、例えばですね、液晶モニターがこちらを向かないだとか、まあ、あとはですね、ボディ内手ブレ補正がないだとか、まあ、そういったところを感じていたんですけど、XT4 では解決されていると。まあ、スペック的にはね、正直なところオーバースペックなんですけどね。いや、どう考えてもこれ全部使いこなせないなって思ってるところはあるんですけれども、まあ、自分のやりたいことに対しては、こう最適なんじゃないかなと思いましたんで。はい。今のところ、世に出てるカメラの中では、まあ、これが最適だろうということで、まあ、予約はね、してきました。で、今ですね、手元の方に、予約表、お引き換え券をね、持っているんですけれども、ちょっとこれはですね、お見せできません。まあ、自分の情報に関してはですね、まあ、それは自業自得だからいいとして、ちょっと販売員さんのね、個人情報とか入っていますんでね。はい。まあ、とにかくですね、ボディ本体と液晶保護フィルムを合わせて、うわ、このお値段か。いやー、おったかいなー。一応ですね、金額的には用意できているんですけれども、いやー、改めてね、こう不安になるね、金額にはなってきます。でね、今どういう状況かと言いますと、実はですね、僕の行ってるお店の方が、ちょっとこう、縮小営業中で、世の中がね、こういう状況ですからね、4月28日は、お店を閉めています。だから、残念ながらですね、ちょっと発売日のレビューは、できません。最短でも4月29日になると思います。ただね、それもちょっと微妙なところがありまして、そもそも、発売日にちゃんと発売されるかどうか、富士フィルムさんの方に問い合わせても、お店の方もですね、わからないとおっしゃっていました。それと、もしかしたらですね、都市部では購入できるのかもしれないですけれども、この流通の関係でですね、まあ、こちらの方にはちょっと回ってこないかもしれないと。でね、今のところ、例えばレンズとかを注文しても、まあ、ちゃんとこう届くのが、キヤノンとソニーだったかな。その他のメーカーのですね、まあ、特に海外に生産拠点設けてるようなところっていうのは、そもそも商品自体が届かないような、まあ、そういうケースもあるようです。
まあ、だからですね、レビューできるのがちょっとね遅れてしまうかもしれないですけど、まあ、僕は僕でやっていこうと思いますよ。まあ、もうすでにですね、あのレビュー動画とか上がっちゃっていますけど、 YouTube の方にですね、まあ、結構 XT4 って検索すると、まあ、上がってはいますけれども、まあ、これはねあくまで僕の考えなんですけど、まあ、それぞれにですね、まあ、価値があると思います。まあ、なぜかっていうと、人によってカメラの使い方って違ってくるわけじゃないですか。まあ、僕はこういう使い方をしますよと、だからこのあたりが一番気になりますよとか、いやいや私はですねこういう使い方しますから、まあ、このあたりのことを重点的にね話してみましたよとか、だからですね同じカメラを撮っても、まあ、いろんな人がですねレビューすることに、まあ、非常にね、僕は価値があると思ってます。まあもちろんですねもうすでに1本見れば十分だよと、まあ、そういう方はですね、まあ、それでいいと思うんですけれども、まあ、僕は僕なりにですねやっていく予定です。はい、あそうだ、今ですねあのカメラ店からの帰りなんで、これから帰ってですね、なんだったっけ、あの富士フィルムさんのページに行って登録すればこうバッテリーチャージャーもらえるじゃないですか。まあ、それはですねあの抜け目なくやっていこうと思います。ただねあのキャッシュバックの方で100、400とか、まあ、ちょっと気になったレンズはあったんですけど、まあ、あの一応ですねタムロン100、400とあとは防具システム解体すれば、まあ、買えなくはなかったんですけど、でもねやっぱこう換算 3600mm がなくなるっていうのはちょっとねせっかく組んだのになくなるっていうのはどうかなって思いましたんで、まあ、あのこの度はちょっとねあの見送ることにしました。まあねあのスペック的には、まあ、天体でもですね一応使えそうな感じなので、まあ、野鳥だけっていう形にはならないとは思ったんですけど、まあ、それもちらっと考えたんですけど、まあ、ちょっとね決断はできなかったです。となるとこのマウントアダプターを使って EF レンズを動かさないといけないということになるんですけど、そのアダプターの方がですね、フリンガーのチャンネルを見てみると、あの YouTube の方にですねその動作テストの様子とかが上がっているんですよ。で最新の方の方は一応ちゃんと動くようです。それもですねあのキャノンの純正の EF レンズだけではなくて、タムロンとか、まあ、そういったあたりも対応しているということで、新しい方は大丈夫なんですよ。で、あの旧型の方はまだちょっと上がっていないんですが、まあね、カメラが壊れるっていうことはないと思います。まあ、突然ですねボンっていうような、まあそういうことはないと思いますので、まあもしですねあの正常動作しなかったら、まあいろいろ調べてみるとですね、あのフリンガーさんはですね割とこう対応してくれるようなので、まあそのあたりはですねまたこう動画ネタとしていろいろやっていきたいなと思ってます。まあ一番はですねあのすぐに取り付けて動いてくれれば、まあ、最高なんですけど、まあアップデートとかはですね割とちゃんとやってくれる、まあそういったブランドなようですね。まあ望遠側はそんな感じで、まあ今後は一応ですねあのライトバズーカを中心にやっていこうと考えています。で一方であの広角側のレンズなんですけど、これねあの実は3月中に発表されていると言われていました、ビルトロックスの 23mmF1.4、まあ、最初はですねあのこちらを買おうと思っていたんですよ。ただあの後ですね公式情報が特に出回ってきていません。で噂もですねちょっとあの上がってきていないので、まあね当初はあの3月にはですね発表する予定だったのかもしれないですけど、まあ、とにかく状況が状況ですからね、特にねその海外に拠点を置くようなメーカーっていうのはもうだいぶですね予定が遅れる、まあ、そういう形になると思います。だからとりあえずですねあの純正で動画収録に使いそうなレンズ、まあ、それをですねちょっと漁ってみたんですけど、まあ、一つはですね、前僕が使っていました、まあ、16mmF2.8。まあ、これね、あの、いいんですけど、また買い直すのもちょっと尺だなっていうところもありますし、まあ、やっぱりですね、自分が知らないレンズ使いたいという部分もありますので、あの、23mm の F2。まあ、これがですね、あの、動画でも、あの、音が結構 AF の音が静かだし、まあ、ある程度使えるということなんで、まあ、基本線はですね、あの、そちらで考えています。まあ、ね、よく言えば、もう一段明るいレンズが欲しいなと思っていたんですけど、まあ、それはですねあの今後トキナーが、夏にですねあの 23mmF1.4、まあ、これをですね、発売すると言われていますし、あと X マウントはですねあの情報をですねあのサードパーティーに開示したということなんで、まあ、シグマとかも今後ね、対応してくるかもしれないということなんで、まあ、そこら辺を、待ちたいと思います。まあ、とりあえずはですね、何か使えるレンズ1本ということで、まあ、そこまで値段もお高くないし、ある程度使えるものを考えてみると、そうなりました。まあね、あの近いうちには、購入しようと思います。あ、そうそう、あの 18mm の F2 はですね、もうすでに売却しました。あれはですねあの描写性能っていうところ
ところで言うと、まあそんなに悪くはなかったんですけど、まあどうしても動画だとですね、例えばこういうふうにフォーカスを移動した時に、まあブリージングが目立って見づらいとか、まあそもそもこう音がかなりね、うるさくって、まあそれが気になるということだったので、まあ自分の用途にはちょっとね、合わないところがありましたので、手放すことにしました。はい。まあ、ということで、今日はですね、XT4 予約しましたので、そのあたりを話しておきました。まあね、いろいろと興味深い噂とかはあるんですけど、まあ、そちらの方をずっと気にしていても仕方ないんでね。まあね、また出てきたら出てきた時ですよ。まあ、気になるものがあれば買っていきますし、まあ、よりね、いいシステムがあるんなら、まあ、そこら辺はですね、流動的にやっていこうと思います。まあ、ただ、今ですね、こう、いろいろと考えると、この自分が一番やりたいことできるメーカーはどこかなって考えると、まあ、富士フィルム、しかもその XT4 っていうものが、まあ、最適解、現状はね、そうなりましたので、これでね、今後はやっていこうと思っています。またね、レビューの方をやっていきますんで、まあ、僕は僕なりの切り口で、やっていこうと思いますので、楽しみにお待ちください、まあ、よっぽどのことがなければキャンセルとかもね、しないと思いますんで、はい。それではですね、今日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。